タムラは、キクカタムラ僧族の多年草。別名、玉帽器。木質の根茎は横に這う。茎は直立し、高さ30から140センチメートルになり、多数の縦線がある。形容は誤生し、下部の葉は大きく、上部の葉ほど葉平が短くまたは、無柄になり、右上に前列し、両面に細毛が生える。あざみ族のような差しはない。下部の葉には、 長い傭兵があり、その養身は、卵状長楕円型で右上に前列、または、新列し、列片は長楕円型で4から7体になり、円には荒い巨子があって、表面は緑色、裏面は単緑色になる。最下部の傭兵の長い葉は、花時には枯れてない場合もある。夏季は8から10月、格子色の登場箇所は、計3から4センチメートルになり、 数個枝は枯れした枝先に上向きにつき、一見あざみ族のように見える。双方は、長さ2 5ト、mm、ルになる、広玉子上級形で、双方辺は7列で福河原状に密接してつき、外辺は広皮心型で、中辺から内辺に行くに従い小さくなり、肩の先端は鋭く市場になる。頭花は、筒状花だけで構成されており、周辺の一列の小花は、 長さ25から28ミリメートルになり、3から5列し、湯水、死水がなく結実しない。中の筒状花は、長さ22から26ミリメートルになり、両生毛で結実する。下中の先は2分して、反極する。果実は、痩せ花で、長さ6ミリメートルの円柱型で、基部は狭くなる。肝毛は、長さ11から14ミリメートルになる。日本では、 本州、四国、九州に分布し、産地の草原などに生育する。国外では、朝鮮半島に分布する。分類上の基本種、満州田村草は、葉のうじ烈うは、基部で互いに続き、葉の表面には、基本的に毛がない。双方編は、黒色か黒子色を帯びる。シベリア、中国大陸からヨーロッパにかけて広く分布する。和名田村草の、 語源は不明であると、牧野富太郎は述べている。また、アシュ名のサブスプ、インスラリスは、島に生ずるの意で、基本種のサブスプ、コロナタが、ユーラシア大陸に分布するのに対し、このアシュは、日本列島と大陸の東の朝鮮半島に、分布する。ありがとうございます。